たら私一人で十分でしたわ。スミレ、過信は禁物よ。町の人に怪我でもあったらどうするつもりなの？イエーイ、よくられてやんな。大体お前一人で何ができるってんだよ。なんですって？お、始まった。この二人の喧嘩を見んと礼劇に帰ってきた気がせんわ。心配しなくていい。いつものことだし。まあ、恒例行事みたいなものですね。ほっとくのが一番です。そうかもしれませんけど、大神さん、なんとか言ってください。おっしゃる通りです。注意も見てらしたでしょ。もっといえばこのゴリラ女が。なんだ父サボテ女、お前がつまらないこと言うからだろうな。二人とも隊長の言うことが聞こえなかったの？そうですよ。それに喧嘩両成敗って言うじゃないですか。いいのよ。ほら、みんな疲れたでしょ。サロンでお茶でもしてきなさい。だってさ、ほら行くぞサボテ女。続きがしたかったらついてきな。お待ちなさい。今日という今日は許しませんことよ。あの二人は本当に懲りないわね。じゃあ楓さん、私たちも。そうね、ご苦労様。後で次の舞台の話をするからサロンで待っててくれる？